はい、いごご視聴ありがととうござまますすイオリニストの津島圭介と申しますえ本日はえおととい開催いたしましたこちらのコンサート「ヴァイオリンリサイタルフランス音楽の夕べ、べ」2020年1月17日金曜日ということで、えー、無事終演いたしましたありがとうございましたということでこのコンサートの振り返りというかこう感想をお話ししていきたいんですけれどもまあそうですねこの動画では あまり堅少しこうダラダラした、えー、話になってしまうかもしれませんがその辺は、えー、ご容赦ください。ということでまあそうですね、えー、私自身なかなかこうまあふ演奏家として基本的にはもう毎日音楽のことを考えてバイオリンを弾いてこう生活していてなかなかこう外の世界というかう そうですね幅広い視野を持って世界を見るということがなかなかできていないなというふうには、まあ、いつも感じていましてなのでこういうふうに、えー、まあコンサートをさせていただく時は少しでもこう外の世界に向かって発信していくでそれが何かこう何らかの形で、えー、聞いてくださった方々一人一人の心に届いてでそれがこう何かの形で。 まあ分からないですけれども何かの形で、えー、また私自身に帰ってきてというこう交流が生まれればなぁとまあいつも考えておりますそうですね、えー、まあそれももちろん関係あるんですけれども私自身がなかなかこうえー、っと今回のコンサートの最初に、えー、トークをさせていただいたりあとは えー、プログラムノートというか、まあ、いわゆる、えー、曲目解説ですねこれを、えー、っとプログラムの方に書いているんですけれどもいつも、まあ、こういうのも含めなかなかそうですねその簡潔に分かりやすくこう伝えるということが自分としては苦手だなというふうにいつも思っておりましてなのでこうなかなか独りよがりというかこう そうですねまあ簡単に言えばこう伝わらないものばかりこう話したり書いたりしてしまうということでまあ自分でちょっとまあそうですね、えー、苦手だなというふうにこう感じておりましてなのでまあその辺も、ね、今後少しでも改善していければなと思ってるんですけれどもまあ演奏に関してもなるべくこう 難しい理屈抜きに、えー、聞いてる方の心に少しでも届くようにと、まあえー、私なりに、えーまあ、そうですね日々考えながら取り組んでおります。そうですねまあ、今回は、えー、私自身、えー、パリで勉強したということを踏まえての「えー、フランス音楽のゆうべ」という、まあ、ある種 えー、シンプルなこうコンセプトで、えー、プログラムを作らせていただいたんですけれども、えーまあ、その点について少しお話ししたいと思います。えー、もちろん、えー、フランスで勉強して、えー、フランスで演奏活動してという中でこう体験したことを通して、えー、もちろん今回,した今回演奏した曲も含め演奏した曲も含め。えー 作品や作曲家に対する理解の助けになっているということにはもちろん間違いはないんですけれども、えー、実は、えー、私がそのパリ音楽院でついていた先生というのが、えー、ボリス・ガルリツキー先生というロシア人の教授だったんですね。なのでまあパリでロシア人の先生にヴァイオリンを習ったという、えー、形にな,なってましてなのでそうですね えー、こうフランス音楽はこうフランスらしく演奏するべきとかあるいは、えー、フランスの作品はそうです、ね、フランスの演奏家の演奏スタイルをこう模倣をして演奏するべきだだったりとか、まあ、そのような感覚はもともと実は、えー、私としても持っていなくて、えー、もちろんその 国とかそれに伴ってこう流派によって楽器の演奏の方まあ多かれ少なかれ特徴づけることはできますしそれがまあ例えばそうですねこういう種類の音楽に適性を示してこういう種類の音楽にはあまり合わないとかまあそういう,こう,そうですね言ってしまえばこう表面的なあの話をすることもできるんですけれどもまあ実際 私自身の考えとしては、まあ、そういう部分というのは着てる服と一緒というか、まあ、表に見える部分でしかないなというふうに思っていて、まあ、大事なのは、えー、中身なのかなというふうに思っております。なので例えばフ、えー、フラランンスス音楽だかからフランスっぽくとか、まあ もちろん話としてはその方が分かりやすいんですけれどもあの作曲家一人一人もフランス人であったということ以上に、まあ、一人一人の人間であったということですね。であとは演奏家も、えーまあ、私日本人で、えー、日本で生まれ育って、えー、勉強、まあ、修行時代をパリで過ごして。 でえー、ロシア人の先生にバイオリンを習ってで、まあ、今日本でまた日本あの演奏活動しておりますけれども、まあ、そういったことというのも、えーまあ、その個性を形成していく中でもちろん関係はあるんですけれども、まあ、そういったことだけで、えー、その本質を決められるものではないなというふうにはやっぱり思っておりまして「えーまあ、十人十色」ではないですけれども。 作曲家も、えー、作品も演奏家も、えー、お客様一人一人も、えー、それぞれ一人の人間でありまして決してこうあの分類したりこうそうですねあのカテゴリー分けしていいものではないというふうに私は考えてます。なのでまあ今回こうフランス音楽としてまとめて いいいてていただいてフランスのこう空気やあのそうですねいわゆるエスプリというものをこう感じていただこうっていうことをまあお話もしましたしコンセプトとして当然掲げてはいたんですけれどもまあそれと少し矛盾してしまうかもしれないんですけれどもえーまあそれも全部ひっくるめてえ感じ方人それぞれ演奏の仕方もまた人それぞれということで。 えー、何かこうそういう、えー、そうですね自由であるということの意味について問いかけたかったというのは実は、えー、裏の目的というかまあ,じあのそういうちょっとした目論みも今回はありました。なので、えー そうですね聞いてくださったお客様まあ私としてはちょっとこうあのどういうふうに皆様が感じてくださったのかというのはまあ少し気になってはいるんですけどももし万が一こう、えー、来てくださったお客様でこの動画をこう見てくださってる方がいらっしゃったらコメント欄等で、えー、書いていただけたりしたらすごく嬉しいんですけども、えー、なので、えー、そうですねそういったことも えー、考えながら今後の演奏活動に生かしていきたいなと思っております。まあ、今回できることは、えー、まあ、演奏家としてできることは精一杯できたかなと思っております。もちろん、えー、完璧とはいかないし、えー、まあ、うまくいったところ行かないところはあるんですけれども、うん、まあ、えー、今回2020年1月の時点で私がこう、えー、提示できるレベルのものは。えー できたかなと思っております、えー、ということでダラダラと喋ってしまいましたが、えー、今後とも、えー、精一杯演奏活動を頑張っていきますのでこ,、えー、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。